fm.jp めぐろ FM。 これからのひととき、めぐろ FM があなたにお送りする絵本を読んで心をほぐす読みほぐ。今日の皆様への読みほぐしは、私、間野匠です。この番組は、嬉しいを作る会社、リブゲートと、クロアヒーリングの提供でお送りいたします。ジャックと豆の木。昔々、ジャックという男の子が、お母さんと二人で暮らしていました。ジャックの家は大層貧乏で、家に一頭だけいる牛のミルクを絞って町に売りに行き、そのお金でなんとか暮らしていました。けれどその牛も年を取り、とうとうミルクを出さなくなってしまいました。仕方ないわね、牛を売ってお金に換えることにしましょう。ジャック、行ってきてちょうだい。ジャックは牛を連れて町に向かいました。するとその途中、一人のおじいさんに声をかけられました。坊や、その牛とこの豆を取り替えてくれないか？おじいさんの手の中には、どこにでもあるような豆粒が一粒だけ。え、その豆とこの牛を？ダメダメ、釣り合わないよ。うちにはお金が必要なんだ。これはただの豆ではないぞ。幸運を呼ぶ不思議な魔法の種なのじゃ。そう聞いた途端、ジャックは急にその豆が欲しくなりました。魔法の豆だって？それはすごいや。おじいさん、その豆とオイラの牛取り替えてもいいよ。ジャックは豆を受け取ると、大喜びで家に帰りました。母ちゃん、見てくれよ！こいつは幸運を呼ぶ魔法の豆なんだって！牛と取り替えてきたよ！なんだって？それを聞いたお母さんは、カンカンに怒って、ジャックを叱りました。あんた、何騙されてんだい！こんなちっぽけな豆一つで幸運になれるわけないじゃないの。え、こんなもの。お母さんは豆を取り上げると窓からポイッと投げ捨ててしまいました。次の朝、目を覚ましたジャックは眠い目をこすりながら、ふと窓の外を見てびっくり仰天。なんとお母さんが投げ捨てた豆がたったの一晩で大きな豆の木となり、屋根を追い越し、雲を突き抜け、先端が見えないほど空高く伸びていたのです。お母さんも巨大な豆の木を唖然と見上げています。ほら、やっぱり、あの豆は魔法の豆だったんだ。すごい、高すぎて先が全然見えないや。よし、上へ登ってみよう。ジャックは豆の木にしがみつき、どんどん登っていきました。山よりも雲よりも高く登りましたが、まだまだ豆の木は続きます。夢中で登り続けて、とうとうてっぺんにたどり着くと、そこにはとてつもなく大きなお城が建っていました。ジャックがお城を訪ねてみると、中から大きな女の人が出てきました。あれ、まあ、人間の男の子じゃないか。一体どうやってこんなところまで来たんだい？ここには恐ろしい人食いの大男が住んでるんだ。早くお家にお帰りなさい。その時です。ズシン、ズシン、ズシン。地響きのような足音が聞こえてきました。仕方ないね。こっちへいらっしゃい。大きな女の人は
ジャックを台所のかまどに隠してくれました。そこへ大男が帰ってきました。おや、人間の匂いがしないか。しかも、うまそうな子供の匂いだ。まだそうかしら。私には何も匂いませんよ。そうか、気のせいかな。そう言うと、男は金貨のたくさん詰まった袋を二つ取り出して、中の金貨を数え始めました。しかしそのうち、こっくりこっくりと居眠りを始めました。わあ、すごい金貨だ。あれがあれば、お母さん喜ぶぞ。ジャックはかまどからそっと抜け出ると、金貨を一袋担ぎ、急いで家に帰りました。ジャックが持って帰った金貨を見て、お母さんは大喜びしました。それからしばらく経って、ジャックはまた雲の上に行ってみたくなりました。空の城にたどり着き、再びかまどに隠れていると、大男がやってきて、面取りに卵を産ませました。その面取りが産む卵は、キラキラと光り輝く、黄金でできていました。わあ、なんて綺麗な卵だろう。お母さんに見せたいな。やがて大男は、お酒を飲んで、ぐうぐういびきをかいて寝てしまいました。その隙に、ジャックは面取りを抱え、家に帰りました。またしばらくして、ジャックは再び豆の木に登りました。お城にたどり着くと、中から美しい音色が聞こえてきます。金の盾ごとが、大男の命令で音楽を奏でているのでした。うわぁ、なんて綺麗な音色なんだろう。お母さんに聞かせてあげたいな。大男はしばらくうっとりとした表情で盾ごとの音に聞き入っておりましたが、そのうちぐーぐーといびきをかいて寝てしまいました。よし、今のうちだと、ジャックはそっと盾ごとに近づいて手を触れてみました。その瞬間、くすぐったい。どうぞおやめくださいまし。なんと盾ごとが大声で喋り出したのです。隣で寝ていた大男がその声で目を覚ましてしまいました。小僧、貴様だな。俺の金貨と面取りを盗みやがったのは、とっ捕まえて炒めて塩振って食ってやる。旦那様、胡椒をお忘れですよ。盾ごと、お前冗談を言ってる場合か。もっこと、待ちやがれ。その盾ごとを返しやがれ。大男はものすごい形相で地響きを立てながらジャックを追いかけます。ジャックは盾ごとを抱えたまま必死で豆の木を折りました。途中、盾ごとはジャックに言いました。新しい旦那様、正直に申しますと、私を連れ去っていただいて大変嬉しゅうございます。あの男には、それはもうこき使われておりました。これは涙なしでは語ることはできない壮絶な物語なのです。そう、あれはかれこれ50年ほど前。わかったわかった、時間があるときに聞くから。ジャックはおしゃべりな盾ごとの話を遮って、一足先に地面にたどり着くと、力いっぱい叫びました。お母さん、斧を持ってきて。早く早く。お母さんから斧を受け取ったジャックは、豆の木めがけて思いっきり振り下ろしました。メリメリメリ。豆の木の根元がものすごい音を立てながら裂けていきます。うわあ。大男は豆の幹につかまったままゆっくりと倒れていき、ズシーン。大きな地響きと土煙が立ち、それきり大男は現れませんでした。ジャックとお母さんは
メンドリが産む金の卵のおかげで大層なお金持ちとなりました。ジャックは可愛いお嫁さんを迎え、三人仲良く幸せに暮らしました。金の盾ごとの美しい音色はいつまでも村の人たちを楽しませたということです。おしまい。お送りしましたこの物語が、大切な物語としてあなたの心に溶け込んでいきますように。目黒 FM がお送りした絵本を読んで心をほぐす読みほぐ、今日の皆様への読みほぐしは私、真野匠でした。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートとクロアヒーリングの提供でお送りいたしました。はい、皆さんいかがでしたか？このジャックと豆の木という作品はもう小さい頃に読んで以来だったので、あーなんかこんなことあったなとか、こんなだったかなとか、懐かしみながら楽しみながら読むことができました。この作品を初めて聞く方も聞いたことのある方も楽しんでいただけたなら幸いです。今後の僕の情報はツイッターの方でどんどん発信していきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。本日の読みほぐしは真野匠でした。ありがとうございました。FM.jp Meguro FM